レディオスマイル、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 1、2、3、4、宮野真守のレディオスマイル、宮野真守のレディオスマイル。皆さんこんばんは、宮野真守です。さあ今週も始まりました、宮野真守のレディオスマイル。こんなメールが届いております。ラジスマネーム日賀野さんからいただきました。宮野さん、ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン、そうだね。この放送を聞く頃には11月1日になってハロウィンは終わってしまってますが、てんてんてん。ぜひとも宮野さんにお願いしたいことがあるのです。言ってほしいセリフがあるのです。なるほど、ハロウィンだけどマモタクロースからのボイスプレゼントですね。もうごちゃごちゃ。でもいい、これね、たまにやるからいいんですよね、マモタクロース。まあたまにですよ、もうすぐね、ホンちゃんがやってくるけど、その前にこちらです。トリックアトリート、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。本当にごめんなさい、ごめんなさい、ぜひよろしくお願いします。だってこれ、おったね、せっかくハロウィンだしね。それじゃあいきますよ。トリックオアトリート、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。どんないたずらでしょうね。もういたずらがウィスパーだったからね、もうね。大人ですね。いたずら。そんな、まあまあまあ、日付は変わってしまいましたが、一応ね、一応っていうか10月31日土曜日の放送なので、ハロウィンパーティーしますか。聖夜がね、西村聖夜がね、わさビーフ買ってきてくれたんだよ。嬉しいよね、パーティーだから。他にもね、宮野さんこれそういうやつなんで、今日やると思ったんで、いろいろ買ってきましたみたいな、超ドヤ顔されたんでちょっと腹立ったんですけど。なんかね、被り物いっぱい、これで仮装しろと。なんかね、仮面武道会マスカレードな感じの仮面だったり、カチューシャかな、うん、魔法使いの帽子、カチューシャ、これは何、デビルの角、うん、でこれも完全にかぶりも、かぼちゃのかぶりも、これ大丈夫かな、これちょっとかぼちゃのやつやってみるよ。これラジオなんのかな。どうも皆さん。こもってる。思ったよりこれこもってる。おいせいや、これダメだろ。こんなんじゃお前何もお届けできないだろう。お前俺の声が届かないだろう。バカ野郎、これ思った以上に楽しかったな。じゃあ俺これにしようかな、これ合ってる、これにしよう。はい、じゃあこれは、じゃあ山田ね、このかぼちゃは山田で、この仮面武道会が聖夜ね。で、これ、デビルの角がこれ柴田さん。これで今日お送りしたいと思います。それでは今週も行ってみましょう。さあ、それでは今週も皆さんのお便りをどんどん読んでいきたいと思うんですが、どうみんな、仮装は終了し、あ、聖夜が角にしたんだね。あ、で、柴田さんが顔出し NG。仮面をつけて。山田やばいな、これブログだな。ブログ行きだな。カボチャマンになって、パンプキンマンになってますけど、山田さん。どうですか？あ、怖い。さあ、なんかハロウィンパーティーらしくなってきましたし、ワサビーフも食べようか。これ、あ、ハロウィンのお菓子もね、買ってきてくれたのね。カボチャ、ピザ味。へぇー。うん、ハロウィン味。楽しくなってまいりましたが、はい、いつもとはちょっと違った空気感でですね、いつも通りのメールコーナーに行きたいなと思います。ほっこりでございますよ。
ラジスマネームしなりさんからいただきました。今日とてもほっこりすることがあったので聞いてほしくてメールしました。仕事帰りに電車に揺られていると、隣に5歳ぐらいの女の子とお母さんが座りました。もうほっこりしそうじゃん。だってもう入り口からほっこりしそうじゃん。膝の上に乗せていたバッグのスマイルハートさんのコインケースを指さして5歳児が言いましたと。これはかわいい。お姉ちゃん大変、心臓が飛び出ちゃってる。発想力。すかさずお母さんが、こら、お姉ちゃんは疲れてるんだから。よくわかんないフォローの仕方。疲れてるんだから。すみません、うちの子が、と言われたので、いえいえ、構いませんよ、と話してると、お姉ちゃんしんどいの？じゃあ私がなでなでしてあげるね。えらいえらーい。と私の頭を撫でてくれました。だって、あ、かわいいね。最近仕事で悩んでいることがあったので、私は思わず涙がこぼれてしまったのですが、その女の子は、これね、この飴ちゃん食べたら元気になれるんだよ、だからお姉ちゃんにもあげると、私とスマイルハートさんにパイン飴を一つずつくれて、コインケースにもくれた。私が降りる一駅前の駅でお母さんと降りていきました。だって心臓が飛び出す。若干ワード的には恐ろしいけど、やっぱあのハートがね、心臓なんだよね。ドキドキするとこだからね。いや、かわいいなぁ。いいね。癒されるね。こういうのはね。子供たちの発想力に。さあ、ということで、いろんなね、メールが届いているので、紹介していきたいな。まずは、あ、これね。こちら、いいですぞ。アンのね、反応がね、たくさんありまして。せっかく、お便り送ってきてくれたんで、ちょっと前になるんですけど、バイト情報誌のアンの表紙をさせていただいた時があったんですよ。はい、まさかまさかの。はい。声優で初めてだったそうで。うん。そう、嬉しいね。はい、ということでね、それをね、発見した方、入手した方からのメールがね、たくさん来ましたよ。呼び捨て希望、ミサトからいただきました。マモ版はいつも楽しくラジオを聞かせていただいています。ありがとう。マモもブログで書いていましたが、アン、無事に入手できました。ああ、よかった。駅の雑誌ラックにマモがたくさんいて、ふわーってなってしまいました。アジンのインタビューを読んでいると、本当に大きな作品なので、マモがどんな主役を演じているのか、今から公開が楽しみです。ありがとうね。あと、職場の子に、あ、同じ職場の子にね、アン見つけたら、2冊ずつもらってきて！と、お願いしていたのですが、転職考えているんですか？と、言われ、かなり深刻な顔をされてしまい、あ、いや、あのね、宮野さんがね、表紙でね、と、わざわざ説明することに。思いがけず3個も下の後輩に心配をかけて申し訳なかったと反省。え、先輩転職されるんですか？何か不満なんですか？自分なんか悪いとこあったらなんか直しますし、なんかよりもっとなんか職場が楽しくなるようになんか自分ができることがあったらなんか言ってください。先輩やめるなんて、青2冊も欲しいなんて。いや、違うんだ。宮野さんがね、表紙でね、ああ。ちょっとね、いいね。それは、びっくりされるよね。急にさ、バイト、仕事してるのにバイト上司。でも、ダンサーからも、チームマモのダンサーからも、報告来ましたよ。うん。アン発見。バイトは探してませんがって言って。バ
バイトしてくださいって言ったら、トシ君はしますって言って、いや、しなくていい。ペンネームチコさんからいただきました。求人情報誌の案読みました。最初に表紙を見たときはももちゃんだと気づかずスルーしていたので、ブログを見てまさかももちゃんだったのと驚き、急いで近所のスーパーに行きゲットしました。声優として一つ一つの作品や役に対する思い、演じるではなく生きるという意識、台本に書かれていない部分も自分の中で構築していることなど、普段あまり聞けないお仕事のことが読めて嬉しかったです。ありがとう。私は新しい仕事を始めてまだ2週間なのですが、なかなか慣れずに怒られたりして気持ちがすごく沈んで、このまま続けられるかなと不安でいっぱいでした。でもママちゃんの思い通りにならなくても諦めずに続けて、いろんな積み重ねが武器となり未来の成功につながるという言葉に勇気をもらいました。今の仕事は数年前からつきたかった簿記の資格を活かせる仕事で、諦めずに何社も応募してやっと決まった仕事なので、これから辛くなった時はマムちゃんの言葉を思い出し笑顔を意識して頑張っていこうと思います。だってよかった、なんかすごく今辛いからこの案で新しい仕事じゃなくて。ちょうどそれがバイト情報誌っていうのがね。でもいいんだよ、その別に新しい仕事に就きたくなったら、就くのも別に悪くないことだと思うし、でもそこで自分がね、やりたいとか、続けようとかっていう思いのきっかけになれたのはすごく嬉しいことだし、その自分の思った心に正直に突き進むことが、一番未来への近道なんじゃないかなって思うんですよね。それがたとえ遠回りだったとしても僕はそれが近道だと思うんですよね。変になんか悩むよりも今できること、やる気ないと思うので、頑張ってください。ぜひバイトしてない方は案でバイトを探してください。懐かしいな、なんか自分もなんか探したりとかしたからな、なんかね、いいね、あれこれ、時給いくらみたいな、時給バカみたいなね。なあ、懐かしい。いや、いいですね。さてさて、どこに行こうかな。とてもね、とてもとても、テンションの高い、メールが来たので、紹介したいと思いますよ。東京国際映画祭の感想。これもね、なかなか反響がありまして、そのレッドカーペットを歩かせていただいたのですが、そこに対する、こう、なんだろうな、それを目撃したとか、してくれた方々のメールがね、非常にテンション高くて、面白いというか、ありがたいというか、ラジオネーム、L で始まりゅうです、さんからいただきました。皆さん、まもばんは、何ですか、宮野さん、純白の宮野さん、素敵すぎます、あの輝く笑顔眩しい、もう衣装が眩しいのか笑顔が眩しいのか宮野さんのオーラが眩しいのか、わけがわからなくて絶賛パニックです、手汗が半端ないです。宮野さんの笑顔はいつもならあーほっこりするな、癒されるなといった様子で、見ていたり、割と穏健派なのですが、今日のあのお姿を拝見してからというもの、ドキドキと手汗が止まりません。今も手が震えていて、何度も誤字と格闘しながらメールを打たせていただいています。結論からお伝えしますと、宮野さんが大好きです。宮野さんのその太陽な笑顔が毎日の私の心の癒しであり支えとなっています。宮野さんと出会えてよかった、宮野さんの世界に触れられてよかった、これからも宮野さんが作り出していく世界を一ファンとして片隅で共に歩んでいけたらと思っています。ずっとずっと応援しています。最近寒くなってきましたが、どうかお体にお気をつけてお仕事頑張ってください。あ、すごいちゃんとした方、大人な対応ができる方。締めの部分超綺麗じゃない。ありがたい。でもなんかちょっと、今のは僕のせいなんだけど、僕の今の読み方のせいで、ちょっと細谷さんが喋ってるみたいな感じで。宮野さん、宮野さん、今自分で、あれ、細谷さんのモノマネしてたんだっけなって今思いながら。いや、でも反響が大きかった。このレッドカーペットありがたいよね。マモラジネーム、ハッキさんからいただきました。東京
国際映画祭お疲れ様でした。何ですか？何ですか？何なんですか？あの真っ赤なレッドカーペット、その上に咲く真っ白なバラ。そう、宮野さんだ。あ、宮野守だ。もう眩しくて目を開けてはいられません。私は一人で純白マモちゃんを見ながらファイトフォーラブからのキスキスを永遠リピートしてました。しかし明日は高校生の私は中間テスト。純白マモに気を取られて勉強してない。でもマモちゃん見られたからいっか。とにもかくにも世界のマモをこれからもずっと応援しています。いやーイケメンだ。あれ今また細谷さん来ました。いやーこれはどんどん紹介し読みすぎも地下レッドカーペットへの参加お疲れ様でした。私も初めてレッドカーペット見に行きました。マモちゃんマモちゃんマモちゃんめちゃくちゃかっこよかったです。名だたる監督俳優さんが歩く中、真っ白いスーツで登場した宮野さんはまるで王子様のようでした。過言ではないですよ。真っ赤なレッドカーペットに真っ白なマモ、はあ、なんて素敵なコントラスト。ポッ、白スーツがライトに照らされ五光が差したようにかっこよく輝くマモの後ろに気持ち悪い黒い幽霊。対比がすごくてめちゃくちゃ目立ってましたねえ。観客の皆さんもとても優しく一緒にマモちゃんと叫んでくれました。映画ファンってあったかいですね。ほっこり、私たちをレッドカーペットに連れて行ってくれてアジンさんありがとうございます。アジンさんありがとうございます。マモちゃんレッドカーペットデビュー改めておめでとうございます。映画も絶対に見に行きますね。幽霊怖いですが、あ、お化け物じゃないから大丈夫ですよ。ちょっと黒い幽霊っていう名称なだけでね。夢のような時間を本当にありがとうございました。余談ですが、同じくレッドカーペットに登場されていた古谷徹さんがマモも頑張ってるなぁとツイッターで味の宣伝をしてくれてました。マモの周りは素敵な方々で溢れているなぁとほっこりしました。だって嬉しいか。そう、古谷さんに会えたんですよ。久しぶりに会えた。いやー、なんか僕もね、古谷さんに会うとちょっとね、ドキッとしちゃうんですよね。なんか、大先輩で、とても尊敬してる先輩なので、なんかいつもね、素敵な時間を一緒に過ごさせていただいてるんですよ、実は。なので、とても嬉しかったですね、会えて。梅川キラキラニャーンさんからいただきました。ママが登場した時は会場からひときわ大きな歓声が上がりましたね、と。ありがとう、ママと、ママを呼ぶファンの方々の声が聞こえてきて、ママの晴れ姿を見に駆けつけてくれてることに嬉しくなりました。その日のブログで、ママが、本当に心強かったです。本当に嬉しかったです。と言ってくれて、会いに行けて本当に良かったです。最後のメインステージに上がる前の待ち時間では、ママーと呼んだ時、ママ気づいてくれたかな？小さく手を振り返してもらえて嬉しかったです。と。いやー、みんな来てくれて本当に嬉しかった。いや、本当は正直ね、心細かったよ。なんかもう、緊張した。もうめちゃくちゃ緊張した。勝手がわからんもんでね。何をしていいやら、あんな歩いたことないもんでね。いやー、なんか、自分がなんか、まるですごい人になっちゃったみたいな感覚を覚えたね。なんか光栄な時間でした。あの、報道陣いっぱいいるけど、え、どうしたらいいんだろうみたいな。手振るみたいな。あ、いっぱいお客さん見に来てくれてる。うわ、嬉しい。どうしたらいいんだろう。手振るみたいな。なんかね、初めての空間でね、ああ、なんかこんなことを味わえるなんて幸せだな、というふうに思いました。はい。皆さん本当に応援してくれてありがとうございました。アジンという作品もとても素敵な作品なのでね、ぜひともね、皆さん楽しんでほしいな、なんて思っております。続きまして、ドキュメンタリーの話、サキンコからいただきました。おはがきで送ってきてくれるね。ももちゃん、マモワンはドキュメンタリーの感想をはがきで送りたくなったので送ってみますと。ありがとう。ラジスマの収録と裏側が見れると思い、楽しみに見ていました。柴田さんと山田さんは、裏切らない面白さ、でした。面白かったってよ、柴田さん。何した？まあ、今は仮面被ってて面白いけど。柴田さんめっちゃおしゃれ、おしゃれだし、ももちゃんと曲中に話しているのを見て絆を感じました。山田さんは画像よりも映像の方が山田感が存分に出ており、
ちょっとわかるな。あ、あ、山田さんと母と興奮していました。お二人とも、素敵で魅力のある方たちです。ママちゃんはママちゃんで、リスナーの手紙とメールを真剣に読んでいるのを見て、本当に読んでいるんだとジーンとして、収録中にニコニコ笑顔で話す姿は想像した通りでしたと。いやー、確かに普段のその姿ってなかなか見られないところだしね。なんか山田はなんか、その静止画で見るよりもね、こう動画のその映像の山田感、な今日はなんかカボチャ感が強いけど、なんか、ニット帽みたいな被り方してる。後でそのまま写真撮って。何そのニット帽みたいな、あとなんかちょっとパーマ当ててるおばちゃんみたいな、なんかはい、なんかね、あのラジスマのね裏側が見れて楽しかったっていう方々がたくさんいて嬉しかったな。うん、まあそんな中リクエスト来てまーす。マモママ版はハロウィンの時期ということで、街中にはモンスターやお化けをモチーフにしたディスプレイも多く、眺めているのも楽しいです。そんな中、窓に隠れた狼男がトランスフォームみたいと私の中の魔物を刺激するカードを見つけたので同封します。アンアンアアンアン、マモマモ。宮野守のレディオスマイル。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。